はい、皆さんこんにちは、バンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、家康が秀忠から独立するプレー、続きをやっていきましょう。といってもまだ、独立をしていないので、いつ独立するんだというのはあるんですが、まあ、今回は本当に、大阪の陣も集結に向かうと思いますので、その中で独立をね、していきたいなと思っていますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはもう本当に大阪冬の陣最後の部分に入っていきますね。道明寺の戦いに向けての導入部分になります。道明寺じゃなくて天王寺でしたね、最終決戦の場所は。さあ、これが本当に最終決戦になるのかな。敵部隊の壊滅が目的になりますかね。味方が約10万で、豊臣方、雪村含め3万というところですね。まあ、数の上では十分に勝てるでしょうというのもあるんで、まあ、軍はそのまま正面に向けて進めていきましょう。誰かが撤退したとかっていうのがあるかというと、敗北条件は家康秀忠の撤退ね。まあ普通にやれば十分に勝機はある戦いになるでしょうと
というところですね。忠友がちょっと例によって突出しているかなというのはあるけど、どっち側というとこっち側の方が少々兵の数が足りないかな。やってくれる。さあ秀忠家康合わせて4万が動けないってなると、数で言うと5万対3000でそこまですごく差がある戦いにはならないなってことを考えると、少し考えて動かないと普通に消耗戦に入る可能性がありますね。豊臣の戦は終わったか。ならばこれよりは己が心のままに戦うまで。狙うは徳川家康が首、ただ一つのみ。茶臼山を駆け下った真田幸村隊は徳川家康の本陣を目指し突撃を開始。幸村の突撃を助けたのは同じく家康の本陣を目指した毛利勝長の獅子奮陣の働きであった。真田殿行け、ここは拙者が引き受けよう。まあ後のように、あ、そうですね、惜しいかな後世真田を言いて毛利を言わずってね言われたらしいですからね。勝長の活躍を知る者は
そう言い残したと伝わっている。味方が腹を思い出すわ。さあ、王の春長の撃破ですね。お前らに勝ち目はない。まずは春長がここにいるので、春長に松平忠直隊をぶつけましょう。で、水の隊はそのまま直進で、伊達は背後に回り込ませましょう。こちらはタダトラに、タカトラに任せればいいとして、E隊は攻撃するために春長隊にぶつけましょう。で、家康は家康だけで迎え撃たなきゃいけないんだな。六門戦撃ってきたが、ここは三河魂で対抗しましょう。一刻も早く春長を潰してしまわないと危ないな。かしこまりました。我らが攻め、あえて見せよ。承知いたしました。なかなか苦戦するな、この展開は。よし、勝長が混乱したので、勝長はもうほっといていいでしょう。水の隊に任せればいい。伊達隊で春長を取りに行きましょう。問題はここだよな。雪村が強いからな。いざ参る。大阪城がその防御機能を失った時点で、大阪の陣の趨勢は決まり、戦いは徳川家が天下の主であることを改めて宣言するための儀式となり果てている。なんとくだらぬ戦だ。父を討ち、母を追い、弟を切り、わしは天下のため全てを捨ててかけてきた。たどり着いた先がこのようなふぬけた戦だというのか。わしは何のためにここまで。申し上げます。お味方の先陣崩されております。殿、いかがなさいますか。ご詰めをなさるべきかと。で、正宗、義継をわしを撃て。殿、今なんと。撃て撃てと申しておる。我らの邪魔立てをする者は残らず撃ち払え。伊達の軍法に敵味方の別はない。この時、伊達軍は崩れてきた味方部隊を背後から銃撃したと伝えられている。伊達の味方撃ちと伝わるこの事件、政宗が何を思いこのような行動に出たのか、その真意を知る者はいない。
さて、そうなると戦力的にはが少し危ないか。東堂高太郎を家康の救援に向かわせましょう。で、利常で大野晴房は撃破できるでしょう。がかなり狙われているので家康の救援に急いで向かいましょう。家康を一旦下がらせないと話にならない。これで秀頼が出てきたか。秀頼がその数1万か。ここの1万は結構きつい1万だな。まあ少なくても家康は下げましょう。かしこまりました。春長を撃破できなかったのが痛いな。秀忠のこの2万5000をとりあえず主戦場に差し向けましょう。家康に殺到してきてるからな。まあここは無難に主力をぶつけ合うしかないな。まあ、幸い家康はとはいえ守りが固いので家康をおとりに使うしかない。死にたい者は前に出よ。遊びは終わりだ。六門山の旗、冥府で語り草にせよ。ここらが引きには及ぶ。始めぞ。かしこまりました。Let's go.
持つのか、このままだ。家康が先にやられる可能性があるんで、家康を徐々に迂回させて秀忠の後ろに回らせましょう。これかなり包囲されてるもんな、敵に。結構危ない戦になってきてるな。どうする？これで明石武徳は撃破したか。で毛利勝長も撃破。まあ敵の部隊数は減ってきてるけど、兵力差が縮まってきてるのはやっぱり雪村隊はじめ豊臣軍の士気が高いからだな。ちょっとここは早めに秀忠と合流しましょう。独立する時の言い分としてこの時の地産を言い訳にしましょう。サムネもやられたか。まさか大阪の陣で完全勝利ができないとは思わなかったな。まあただとはいえですね、まあ問題はないでしょう。で徳川方ではなく高屋城の攻略を目指せと言われてるわけだな。そしたらこの1615年のうちに独立をしましょう。なのであと半年間、内政の方にちょっと力を入れていきましょうか。で鉄も木材も不足か。厳しい状況に変わりはないですね。一つ言えるのは木材がちょっとね、自前で増やしようがないっていうところが厳しいかな。ご命令を。先月の収支です。報告します。あとは本当にじっくり城の耐久を上げていく。やっぱ鉄がないっていうのは、まあ作っていくにしても今一番困るのが木材がどうにもならないんで、木材を買い漁るための、まあお金を得るために商館をちょっと多めに作っていくっていう行為が必要かな。
表情を始めます。先月の終始です。投げた鉄とかも多分ね、売れたりすると、いいのかなと思うんですけど、まあ、そこが売れないっていうのはね、ありますよね。木材はないけど、鉄はいっぱい作れるから、鉄を売って、その金で結果的に、鉄を買うっていうことができる、木を買うっていうね、ことができたりすると、少しその運用面っていうのかな、あの汎用性が出てきていいのかなと思うんですけどね。まあ、次回作、信長の野望の新しい次回作が出るようなことがあれば、そういったところもね、あればいいかなと思います。なんかどっかのシリーズでは確かそういったこともできたような気がするんですけどね。先月の終始です。報告します。浜松と岡崎を守れるようにだけはしておきたいので、うん違う、浜崎と浜崎になっちゃいますね。岡崎と駿府はどうしても守りたいので、鉄不足か。そしたらまた買う。いや、鉄はちょっと待ちましょう。待てば鉄は手に入るんで。命令を。先月の終始です。さあ来月にはいよいよ独立をしていかなきゃいけないっていう状況になってきたので、さあこれでいよいよ独立か。どうなるかな、展開がちょっと全く読めないけど。表情を始めます。先月の終始です。城をもう少しね、大きく強くしておきたかったなっていうのが少し心残りかな。まあ、それ以外は一応満足いく形にはなってきていますね。
で、外交状況とかを見ておくと、今は徳川宗家に対してはすべて豊臣を除くすべての大名と同盟中か。これで独立をしたら周りは本当にすべて敵だな。では独立していきましょう。徳川の家紋、紫の葵御紋ですね。まあ、まずはこの浜松城を落とさないと話にならないな。浜松に向けて全軍で出陣していきましょう。我が戦お見せしましょう。いざ参ろう。浜松があると油断ができないですからね、常に。出陣するぞ。いざ参ろう。我が策。で、岡崎に1万3600か。駿府に7500。なるほど。まずは岡崎に戻しましょう。駿府は危ないよな。ただ浜松を守る兵も4000いるんで、ここは一旦戦をやめて全軍に撤退をゲッチしましょう。敵が我が領内に向かっております。相当な数が出てきてるな。大丈夫か、独立したものの外交的な手段とか一切ないけど。されました。さあ、まずは駿府で敵を迎え撃ちましょうか。駿府は多分城の城門が3つ以上はあると思うんで、これで迎え撃つしかないですね。城門の数はというと1、2、3箇所ですね。1箇所、駿府は2箇所だな。1、2だな。お、これは守りやすい。非常に守りやすいな。まずは家康をここに配置して、残りの2部隊でここを守りましょう。2つしか城門がないとすごく守りやすいですね。門の耐久はマス型に上げてあるので、まあ守りきれるでしょう。勝負と行こうか。これで決まりだ。かかれ。我が領内に敵が迫っております。敵も続々増援が出てきますね。包囲されました。かかれ。
敵が城内に侵入しました。これで決まりです。ここは引きます。まあ、ここは家康でなんとかなるでしょう。ただ兵は減らせないので城内にまで引きますか。一旦真田信孝結構強いな。かかれ。あまり時間かけてられないですからね。二の丸も突破されるか。本丸で迎え撃つしかないな。敵が城内に侵入しました。教えてやろう我が戦を。ただ数はもう200を切ってるので、ここで確実に撃破できるでしょう。引くぞ。早急に城に撤退だ。岡崎が危ないな。これどう見ても吉田城には兵を出してあげないといけないけど、どうだこれは。出陣しよう。我が策、無謀な戦いなのか。将軍に立ち向かうということが。岡崎がもし落ちるようなことがあると、もう一気にババババババッと駿府まで取られてしまう可能性があるな。敵の数が1万3000か。で城門は1、2、3箇所、しかも1個はもう突破されかかってるな。ってことは中で迎え撃った方がいいな。承知いたしました。行きます。かかれ。敵が城内に侵入しました。これは岡崎は失敗する可能性が高いな。まずい。しかも挟まれる。一旦引きましょう。大丈夫か岡崎は。城門が破壊されました。まあそうなるよね。せめてやっぱマス型門にまで上げとかないと厳しいよな。かしこまりました。お任せください。これはちょっと駿府で迎え撃つ形に変えていった方がいいかもしれないな。敵が我が領内に向かっております。行きます。やってくれるな。そしたらちょっとここは一度
駿府に兵を引きましょう。いや掛川だな。吉田と岡崎は捨てましょう。ここで無駄に兵を使う方がもったいない。我が戦お見せしましょう。いざ参ろう。城が取り囲まれました。表情を始めます。報告します。なんとか駿府と掛川で敵を迎え撃つ形に変えていきましょうか。まずは急ぎ駿府の修復。これらの部隊も一度掛川まで撤退させましょう。駿府と掛川は守り抜かないといけない。で、どこと外交するかだな。星名水野とはもう戦になってしまってるので、いやただまだ敵地の状態か。敵地の状態だったらちょっと様子を見ましょう。で、あとは贈り物だな。まあしょうがないよな、そこに関しては。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。マジか、ちょっと厳しいな。なんとかなるか。早く駿府に援軍が来ないと駿府が落ちるぞ。駿府が落ちるようなことがあると、もう早くもこのシナリオが終わるんじゃないかっていう疑惑が出てくるな。とりあえず一旦この防衛戦まではプレイをしちゃいたいと思います。奪われました。我に続け。吉田城が落とされたかな。三河武士の魂決して砕ける。逃げるなら今のうちに。これで決まりだ。いざ参る。かしこまりました。我が領内に敵が迫っております。駿府にさらに7300か。いやー、将軍家に歯向かうというのはこういうことだな。城門が破壊されました。
門が破壊されました。どこまで持ちこたえられるかなと。わしにはできておる。さあ勝負と行こうか。引くぞ。こんな日もある。城門が突破されるともう勝ち目がない。始めるぞ。敵が城内に侵入しました。突破してきたか。受けてみろ。勝負と行こうか。まあ、ここは家康の自力で撃退できるけど、次の7000がどうにもならないな。もう迫ってきてるし、すぐそこまで。いやーまずい状態だぞこれは。いや連合なんて組めないでしょ。組む相手がいないもんだって。いやこれは掛川で迎え撃つしかないのか。本当に残された城が掛川だけになる。いやー掛川なんてほぼほぼ何もないぞ。ちょっと厳しい無謀なシナリオだったのか。いやそんなことはない。何か活路があるはずですよね。というところで、この続きは次回プレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。